コホリドアは、ガーナ共和国南東部の東部州の州都。2012年、の人口は約12.7万人。ガーナ最古のココア市場の一つがあり、毎週木曜には、東部州中から商人が集まる。1875年、アシャンテ王国から移住したアーカン人が設立した。1923年、鉄道で、熊市と繋がった。観光地の火災は、新十の面積は、 約110平方キロメートルで、東部州の0.57%を占める。48の選挙区に分かれる。新ュアベン軍は、北東に、東アキム軍、東から南に北アクアピン軍、西にスフムクラボア軍と接する。首都アクラからコホリドアまで入クロで2時間かかる。コホリドアの大通りや関人が多い。毎年のアカンツケセで、祖先のアシャンティ王国からコホリドアへの移住を祝う。 コホリドゥア中心市街地府、工芸、石鹸、建築、刺し物、伝統医学、陶芸、洋業、酒、ソフトドリンクが盛んである。キャッサバ、コーラ、ナッツ、トウモロコシ、プランテン、ココア、ヤム、ミカン、ヤシユ、ケンネル油、トマト、玉ねぎ、黒胡椒、竹、香辛料が盛んである。かつて、アシャンティ王国や、 ブロングイコールアハフォ州からココア栽培が伝わり、気候や土壌が合っていたためコホリドアの主要農作物になった。東部州庁舎メディアを再生する、コホリドア郊外の墓地滝のシーラ、映像精霊降林高校、コホリドア工芸学校。ありがとうございます。